皆様おはようございます。今日は六本松複合ビル安全祈願祭が開催されましたことを心からお祝いを申し上げたいと思います。日頃から六本松キャンパス跡地の街づくりにつきましては、草加谷工区の皆様方や、また街の基盤を作っていただいた UR 都市機構様、そして街中でのプロジェクトに精力的に取り組んでいただいております JR 九州様に深く感謝を申し上げたいと存じます。ここ六本松は九州大学が培ってきた歴史を引き継ぐ新たな核として、全国で初めて裁判所、警察庁、弁護士会、法科大学院が集積をするという特徴のある街づくりが進んでおります。そしていよいよ福岡市科学館も入る JR 九州様の施設が着工するわけでございます。福岡市では今、福岡市を次のステージへ飛躍させる様々なチャレンジ、福岡ネクストを展開しております。都市の成長を促進しますとともに、市民に身近な施設の機能更新を着実に行って、次の世代に福岡の街を引き継いでいきたいと考えております。新しく整備いたします福岡市科学館には、名誉館長といたしまして若田光一宇宙飛行士をお迎えをし、福岡ならではの取り組みや多彩な活動を展開し、福岡の将来を担う人材を育てる、親しみを持たれる科学館を目指して、およそ2年後の開館に向けてしっかりと取り組んでおります。この地が跡地としてではなくて、新しい町として認識をされ、地域の皆さんの思いが実現できますように、関係者の皆様のご支援をいただきながら、一丸となって町づくりを推進してまいりますので、今後ともご視聴のほどよろしくお願いをいたします。最後になりますが、工事期間中の安全を祈念いたしますとともに、ご臨席の皆様のますますのご健勝を祈念いたしまして、挨拶とさせていただきます。本日はおめでとうございます。